大丈夫かな。何が？何がってほら、かっこいいを分析しようみたいに言ってただろ。あこちゃん、そんなこと言い出したの？そうなんだよ。かっこいいって言葉をもっと具体的に説明できたら、ロゼリアの良さがみんなに伝わるんじゃないかって言っててさ。アコチンのかっこいいにはトモチンが含まれてるから、今回ばかりはトモチンも力になれないってわけ。それでモカが手伝ってあげてんの？そう、モカちゃんは国語が得意だからね。アコちゃんってトモエの他にユキナさんとかロゼリアのこともかっこいいって言ってるよね。そうだね。二人ってタイプが違う感じもするけど、アコちゃんの中では共通点があったりするのかな。確かに、アコちゃん自身もそのどちらかに似てるかって言われるとまた違うような。ミナトさんは説教臭い時あるけど、アコはそういうとこないよね。御嶽選手、本当にミナト選手を尊敬していますな。うるさいって。けど巴もミナトさんも頑固なとこは似てる気がする。え、頑固ってそれランが言うのかよ。確かに二人とも一度決めたことはやり通すみたいな感じは似てるかも。アコちゃん、きっとそういうところかっこいいって言ってるんじゃないかな。すぐナイス言葉のチョイス。やり通すか。なんだよラン、そう言ってくれよ。なんか照れるな。褒めてないって。きっとアコちゃんは筋の通った人をかっこいいって思うのかもしれないね。あ、そういえばさ、アコチン、私とランのこともかっこいいって言ってたよ。え、なんで？言わずとも分かり合ってる感じみたいなのがかっこいいなって言ってた。アフターグローはそういう感じがいいんだよって。そういうの私たちのダメなところだと思うけどね。それが原因で喧嘩しちゃったしね。まあけどアコは思ったことをはっきり言えるタイプだから、そこは私なんかよりよっぽどすごいことだと思うし。アコチンはアコチンなりにかっこよくなっていくでしょう。適当だな。モカ、アコちゃんの手伝いって何したの？つぐんちでケーキ食べた。ここでユキナさんが。アコ、何してるの？ここはサヨさんの方がいいかな。そしたら曲も入れ替えて。アコ、うわ、アスカ、ロッカ、どうしたの？どうしたのって。アコちゃん、何か考え事？てかスケッチブックなんか出して何書いてるの？超かっこいいロゼ。うわー、見せろねー。完成したら見せるからまだ見ないで。わかった。曲を入れ替えたら呪文を唱えて。呪文？かっこいいよどうしたんだろう。